ラジオです、ラジオです。こんばんは、こんばんは。あー、またシェアができない。こんばんは、こんばんは。もうめっちゃちょっとだけ、ほんまにちょっとだけして寝ましょうって感じです。そう、お風呂入っとってな。上がって急いで準備して、ネーネが寝室に行ったので、って感じです。これで入れるんかな。一応シェアした。あ、いけたんか。あー、いけたわ。まあまあまあ、これでいいやろ。よしよしよし。あと15分ぐらいしかないけど。そう、今日オフやったからな、ちょっとやろうって思ったんやけど、ふうって感じ。あ、おき、あ、しらっち初見マークや。起きてた、ありがとう。お、皆さん意外と起きてる。意外と起きとるもん。お、仕事中だからもんです。幕張くね、ありがとう。ショールーム初か。入ってからだな。あのね、お風呂入りながらツイートした、何時まで起きてるって。最近元気です。ちょっとね、お風呂本当はもうちょっと早く上がってくる予定やったんやけど、ちょっと衣装をね洗っとって、お風呂で。で、まあ言うてもあとな、2ヶ月ぐらい。あ、待って、テロップかっこ。2ヶ月ぐらいしかこの衣装は着ないんだけど、ちゃんとお洗濯しましてね。あ、え、ショールームで初めてだ。こんばんは、こんばんは、ありがとう。起きちゃったよね。さっきの娘の配置じゃがめちゃね。うん、起きてる起きてる。全然寝れんから無理なんよ。でも明日はちゃんと11時には起きなきゃいけない。意外ともうね、千葉遠いんよ。本当に乗り換えちゃんとできるかなっていう感じです。あ、そうそう、ウィズラもね、あるから。いや、本当は個人でその17か18にしようって言ったんやけど、なんかマリナが聞いた時、スタッフさんにマネージャーさんに聞いた時に、もうなんか全体でやりますみたいなことを言われてから、日にちどうしようかなみたいな、でまだ未定ですみたいな感じ言われとったけん、この日月どっちかにしようかなって思ってたら全体が入ったから、じゃあま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 あいっかなみたいな感じです。ご上機やば。そうよ、この青の衣装も4月19やけん、ほんまに何 5、6、7、8、9、10、11、7ヶ月着ることないけん、もう5ヶ月ぐらい着たんかな。秋広はじめましてじゃないでしょ。あーちゃんやっほー、よかの電車来た。いや、ほんまにそれ危な危な危な、おっしゃった。大変よ。なんか前まで
初めはちゃんと押し洗いしよって、でもなんか途中でちょっと面倒くさくなっちゃって、あの脱水かけよったんよ普通に洗濯機ぶっこんで。ほんだらあちゃんとあれよ、なんかなんていうモードは手洗いモードみたいな優しいやつでやったけど、ちょっとマリナの衣装的にラメラメがめっちゃ、しかも右手動かすけ右側なのね、しかもラメがで右の袖のラメも取れる、左のこの何胸元にあるラメもめっちゃ取れて、もう今ラメがないんよ、やからちゃんと手洗いしてる。あと首のねやつもちょっと付け替えて縫いながら配信しようかなって思って、でもそう思った割には時間がなくてあれれって感じ。でも明日ライブあるけんちょっと今日中にこれはもう縫っちゃわんと、もう全部パーツ外しちゃってるからやばしって感じです。月曜日あの時間なら仕事終わってるから取れそう。お、やったやった。どうなるんやろうね。でも冬仕様になるかもって言って、結局ピンク衣装マリナ、あのなんていうの、トップス、トップなんていうの、チューブトップにジャケットみたいな衣装だったから、冬の衣装もやけ、あれでキャナル、外のキャナル立った時はマジでほんまにあの死ぬんじゃないかと思った寒すぎて。寒いしか言ってなかったね、あれ。みんな長袖やけんええやんとか言ったけど、冬でも汗はかくからさ、まあどっちでもって感じ。チョーカー壊れたりハンドカバー引っ掛けたり、いやマジいろいろあったな。今の衣装あんまり見てなかった。いや見に来んけんで、ウーの好きそうな布の少ない衣装なのにそうラメね貼っつけたいんやけど、あのつけるものを持ってないです。マジでクイズいいし、明日的な今日ライブ、あライブ行くね。おお待ってます。意外とみんな会える。ミミリンさん迷ってる、ヤッホー。トピアンこんばんは、めっちゃ久しぶり。徹夜、そう徹夜、もうあのねチョーカーごと、チョーカーだけママにちょっと作ってもらって、布似てような布がを買ってもらったんか家にあったんか分からんけど、それからね今の首元の蝶々とストーンがね手元にある。これほら、これこれ、お前ねいっぱい首元のストーンついとる人やけ、ちゃんと縫い縫いじゃないかね。ワンちゃん多めかもね。まあでも別に、でも今の衣装のスカートめっちゃ気に入っとって、後ろ下がりの衣装ってめっちゃ可愛くないって今更ながらにめちゃくちゃ思ってる、ね、寒かったよねカラッチ、あの日もうダウン着ても寒かった。布少なくされるのかな、いやどうなる、普通に汗かきやけんじゃないマリナが、なるだけ涼しいようにみたいな、みんなでバラさないください新章もなんか、でもお腹は出てると思う、だって冬だも出てたもん。たまには山梨でもライブやってくれ。山梨ね全然いかんね、そう衣装は持ち帰りなんで。さすがにこれから寒いかもね、日差しの、前のお腹は出したい。あのピンクの衣装も中のインナーはなんかもうちょっとここ短くできませんかって言って短くしてもらってたから、ピンク衣装もまた着たいな、可愛い。あれあノリヤッホー、今の衣装めっちゃ可愛い、可愛いよね、布ちょっと少ないけど。スカートしっぱな、あスカートは言っとったっけ、そうかな、そうなんかね、あの衣装足長く見えるなーって最近になって思った。あそうそう、美容室さなんか行けないかもみたいな言っちゃったやん、ツイートしたけど、結局ね別日に予約が取れまして行ってこれますんで、ツヤツヤの髪の毛に頑張ってしてもらってきます。ちょっと切るかなって思ってる、ちょっとだけ切ろっかなって髪の毛ね。ちょっと今長いからさ、いやツヤツヤじゃないんよ、ツヤツヤそうに見しとるだけで
全然ねツヤツヤじゃないの。あやばい、マークつけたとこが全然マークじゃなくて、あって感じになってる。まあいっか、片方ミスっちゃった、ペンで書いちゃった。まあわかんないよね、いいよねこんくらい、ははは、って感じ。まあ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 、まあ見えないだろうこれぐらいなら。難しいこの配置が。え、デニム衣装いいな。なんかでも黒が入った衣装着たい。なんかねこの前メンバーともメンバーにも楽屋で言ったんやけど、あの今白のブーツばっかやん、次黒のショートブーツ履きたいなって思って。絶対可愛いやん黒。でもどんなんが来るんか全然予想つかんけど、黒着たいなって思ってます。白黒は来なさそうやし、特典会手紙ね、紫ピンク水色と着て次何色やろうね。マリナたちも分からんけんさ、ハラハラドキドキな感じで。あやばい、集中したら全然喋れんわ。ダメやな一緒にやるの。できるかなと思ったんやけど全然無理だった。どっちかに集中しちゃうわ。ラジオなのに黙ったらね、何してんのって感じやね。いいや、ちょっと諦めて、あと5分やけんしゃべろっと。そうやけん皆さん、まあ多分さすがにね今の真夏の衣装で冬は越せないと思うからさ、衣装変わるやろうし、みんな切ってね。11月20日、月曜日って着にくいものなの？金曜日とかやったら着やすかったんかな？ハラハラドキドキですメンバーカラーの衣装はね、ないね。アップダンスが基本的にメンカラー衣装じゃないからな。白黒衣装見たいって思ったらなさそうとして。いや、マリナも白黒衣装着たいんやけど、でも甘ないけ、甘くて可愛い女の子たちみたいなコンセプト、夜景バニクルが。でもそれやったらさ、白黒じゃなくない？ゴシック寄りになんない？あの前野の生誕みたいな感じになっちゃうなと思って。なさそうくない？そう、あと5分できる。ピロシ、ピロシ初見さんありがとう。着にくい、着にくいのか。そう、月曜日その日なんかあるの？いや書いとるやん、テロップに。ゼップ新宿でサードワンマンライブです。皆さんよかったら来てください。土日しか行けんのかね。夜やんね。はい、じゃないよキラニー。あ、うん、初見ありがとう。もこもこ衣装可愛かったからバニクちゃんの後ろもこもこ衣装、いや見たいけど、あれ絶対暑いよ。だってあのことちゃんでも汗かいてたもん、暑いって言ってた。平日の方が行きやすいから逆にありがたみ。じゃあシラッチャー聞いてね。20行けそう、よかったよかった。かまたま、お、やっほー、行きます、待ってます。そう、月曜日途中からでも行こうかなって考えてる。え、ありがとう、頑張って遠征するよ。え、頑張って遠征して、みんな遠征組も来てくれたら嬉しい。やっぱさ、ワンマンみんなと過ごしたいくんない？なんか、あ、行けばよかったって言われるのね、やっぱ辛いけんさ。マリナも、マリナたちもさ来てほしい気持ちが大きいけんさ、
あ行けばよかったって言われるのね、やっぱ悲しいから。いやね、お仕事上難しかったら無理にとは言わないけど、ちょっと無理してきてって言いたい気持ち。もう2ヶ月だし。前のが甘いって俺聞いたことないよ。え、どういうこと？どういうこと？大学休むけん？おい、マジ？ありがとう。ステージフロア汗ポタポタがいいんちゃう？いや、それ前のね、今の衣装でもね、汗ポタポタだから、そんなあのモコモコなんて来たら序盤3曲でビッシャビシャになっちゃうからもう無理。さすがになんかマリナはそんな可愛らしい長袖モコモコは当てられないと思う。だって去年の冬の衣装見て、めちゃくちゃ半袖、しかもめっちゃなんかスカートマリナだけ丈短い。あれみんな同じなはずなんだけど、身長の問題なんかね。俺も遠征するか。遠征じゃないでしょ。でも見下ろされて初めても、えワンマン参加してほしい、マジで。本当に仕事辞めるしか、やめるの。やめたら無理。あ、やばいやばいやばい、あと1分だ。待って待って、ランキング読もう。ごめんね、本当にちょっとで。13位しんどさん、12位あっちゃん、11位しらっち、10位フェリカーさん、9位うっち、8位しまやん、7位タカーさん、6位 YK さん、5位ショーゴッチ、4位キリア、3位ヒカル、4時半キックス早っ、2位トモスタさん、1位カラッチイン岡山、ありがとう。やばいやばい、全然話せんかった。つき始めてないから調整しやすい、調整じゃお願いします。みんな来てね、11月20日 ZEP 新宿サードワンマンライブ。もうメンバーもね、いっぱいいっぱい考えて、いっぱいいっぱい準備していきますので、楽しみに待っててくれたら嬉しいなーって。ねえ、セータミと思った、よかったです。やっぱ仕事見た、よく見たかったと思いました。そうだから見たかったってね、やっぱ後悔する言われるとね悲しいから。見に来いってよかったね。ちょっとでごめんね、またあのもうちょっとするわもうちょっとするわまたするとき、ちょっと今日はゲリラやったけど次は告知するようにします。じゃあマイナー今から衣装ぬいぬい頑張ります。おやすみ、みんなゆっくり休んでね。明日幕張で会える人を待ってます。おやすみなさーい。